前回ね、試しに録音してみたというのを、公開というか、スクラップボックスの井戸端プロジェクトに、置いてみたところ、何人かの方に見ていただいて、聞いていただいて、ちょっと感想ももらったりとかして、一つ、第一回目の録音っていうところは、成功に終わったのかなと思いまして、今回第二回目を録音しようと思いましたと。続けるかどうかみたいなのはまだあんまり深く考えてないんですけど、一回目やってみてこう思ったよみたいなところとか、やってみて新たな扉が開いたみたいな話とかは、できればこの同じ形式で、お伝えできればいいかなと思って用意してみました。一回録音してみると色々と見えてくることがありまして、まずはその加工とかね、後加工とか、そもそもその録音してものが、綺麗に聞こえる音声なのかとか、っていうのは気になっていて、で、加工とかってどのぐらい必要なのかなとかっていうのが心配だったんですけれども、今回ごくごく普通の有線イヤホンマイクで録音していて、加工は、Windows で動く、オープンソースの Audacity っていう、ソフトを使っています。で、スーっていう環境ノイズがずーっと入っていたことが、気になっていたので、これは、ノイズ低減っていうエフェクトをかけて、一旦取り除いて、でその後こう喋ってる言葉と言葉の間に長い無音があったりするとちょっと聞きづらいかなというので、これを切り詰めようかなと思って最初はそういう場所を選択して消すみたいなのをやろうとしていたんですが、Audacity には無音の切り詰めっていう便利な機能があったので、これで音量を指定するとそれより小さい状態が長く続くとそこを切ってくれるっていう機能があったので、それをワンタッチで実行したのみですと。若干その語尾が消えちゃうみたいなことが、このエフェクトによって起きてしまったところもあったんですけれども、そこまで気にするほどじゃないかなと思ったので、細かく調整はあんまりせずに無音の切り詰めのみで、お伝え、そのままデプロイしましたと。それからノーマライズってその音量が安定しないのでノーマライズかなと思ってノーマライズのエフェクトもかけてみたんですけど、これはちょっと期待したほどの効果はなくて、やっぱりここはテクニック、喋るテクニックでボリュームを一定にするっていうのをした方がいいのかなという感じでした。これだけの加工でいいんだったら、いろいろ試行錯誤をしたので少し時間はかかりましたけど、エフェクト順番に通すだけなんで、なんなら、コマンドにして行って実行するだけで、そこそこ聞ける音声に変換するっていうのはできそうなので、加工に時間がかかるということはなさそうということは分かりました。で、音楽をつけたりとかするっていうのは前回はやらなかったので、その辺はよくまだ分かってないんですけど、そういうのがないのであれば、本当に、録音して出すのに30分ぐらいでできるので、ブログ記事を書いたりするよりも、もしかしたら手軽かもしれないなと思って、その、音声って結構ハードル高いなと思っていたところがあったんですけれども、時間に関して言うと、そこまでのハードルは、時間がすごくかかるみたいなことは、このぐらいのクオリティであればないのかなっていうことが分かりました。で、効果音や BGM とかってちょっと入れようかなと思って調べてみたんですけど、BGM を探したりとか、SE、サウンドエフェクトもいろいろと考え、探したりで、ライセンスとか、これ使いましたよって書いてくれれば使っていいですよとかっていう優しいライセンスのものもありつつ、じゃあそれどこに書いとくんだとかってなるとまたちょっと考えることが増えるし、みたいなところがあって、前回は入れなかったですけど、そういうの入れ始めるとまた新たな課題が出てくるのかなと思いました。あと文字起こしみたいなのも、自動のやつが最近あったりするんですけど、そういうのもやってみたいなという気持ちもあったんですが、前回は、手動で起こしたりもしてましたと。スクラップボックス、井戸端に、貼ったところに、文字起こしみたいなのを自分で書いたりしてみたんですが、これよく考えたら、自分で日記を書いたものを読んで、ポッドキャスト的なものを作って、それをまたもう一回文字に起こすっていう謎の無限ループが発生していて、ちょっと不思議な気持ちになりましたけど、でもちょっと切り口が違うので、新たに求めると、また見えてくるというか、なんかスルメイカを噛む感じの、考えをこねるみたいなところを、ができているような気もして、案外無駄とも言えないのかなと思ったりしました。で、前回散々言及した、気まぐれ FM のパーソナリティの1029さんに、私、ツイッターでこれやったよって書いた時に、しれっとこう、メンションを飛ばすっていう技を使ってですね、
ご本人にも聞いていただくというところを達成できまして、なんと井戸端にも来ていただいて、わーいって書いてもらいましたけれども、まずその、まあ、隠れ目標なのかわかりませんけど、ご本人にも、あなたの活動の影響を受けて、こういうのをやろうと思ったんですよっていうところが伝えられたので、それも良かったことかなと思ったりしました。前回録音してみて、ポッドキャストの録音ツールっていうのが、なんかいいのがないのかなと思って、少しさらし調べてみたんですけど、私今回、てか前回は、MacBook で録音していて、QuickTime Player の録音っていう、ごくごく普通の録音ツールを使って録音していたんですけれども、話題と話題の間になんかちょっとエフェクトを入れたいなって思った時に、この波形を見て話題が切れているところを探すっていうのは結構苦労しそうだなと思ったので、なんかこう、自分でピッピッとこう喋りながら、ぶつ切りにできるような UI の録音ソフトはないのかなと思って、ちょっと、ね、調べようかなと思っていたんですが、これはもう結局今回今それでやってるんですけど、Mac の標準のボイスメモっていうツールが一応そういう UI になっているので、まあちょっとサードパーティーのいろんなものを探すよりもまずはこれを試してみようというところで、今回は、ボイスメモを使って録音をしています。これだと、トピックごとに1回ずつ録音を止めて、またもう一回録音を始めてっていうのが簡単にできるので、まあ、後で加工するときとかに、間になんかちょっとしたサウンドエフェクトを入れたりするのも簡単かなと思ってやっています。さて、1回、ポッドキャスト的なことをやってみて、まあ、自分の中にどんな変化があったのかっていうところをちょっと、いろいろと書いてみたというか、まあ、思うたびに少しずつ自分の日記に書いたりしていたんですが、まずまあ何でもその初体験っていうのは学びが多くて、楽しいというか、なんだろうな、ワクワクするなと思いましたと。まあこういうその初体験が楽しいっていうのは、自分は結構、大事にしていたんですけれども、ここ最近あんまりそういう自分から進んで初体験に行くっていうのは、あんまりやってなかったなと思っていて、それはなんでかっていうと、まあ結構結婚したりとか、出産のイベントがあったり、子育てで子供とバタバタみたいな形で、受け身の形ではあるものの、その初体験みたいなのが、大量に供給される状況にあったので、そこまで必要じゃなかったっていうのが、まあ大きなところなのかなと思うんですけれども、まあここに来て、ちょっと育児も一段落、まだまだ大変ですが、隙間時間もできてきたっていうところもあって、なんかこう、深層心理的に自分の体が初体験を求めていたのではないだろうか、みたいな気持ちになったりしました。で、それに伴って、今まで日記みたいなのを、まあ、そのウィキみたいなのに書いているんですけれども、それをまあ、週ごとに1ページみたいな感じで運用していたんですね。これはその、分量があんまりないので、1日ごとにページを分けると、空っぽのページというか、ほぼ空っぽのページがたくさんできてしまって、あんまり、よくないというか、その、意味ないなと思っていたので、週ごとに1ページみたいな感じでやっていたんですけれども、先週から妙に、書くことが増えてというか、これも話せそうみたいな観点で書いていたのかなと思うんですけど、また周期から日記に戻るっていうのがあって、なんかその、全然副作用ではあるんですけど、もともとこのポッドキャストみたいなのをやってみるきっかけがその人生を濃くしたいっていうような話があったんですけど、それのもしかしたら活動が始まったのか、自分の中で濃くする活動が動き始めたのかみたいなところがありました。で、こうやってこう、何でもない雑談を、こう、ポッドキャスト形式で、お話しするっていうところが、なんかこう、私の思っていたポッドキャストとちょっとイメージが違うなというのをやってみて気づきました。ポッドキャストって、もともとそのすごく有名なお笑い芸人さんとかが、マスに向けて、多くの人に向けて、話すっていうようなもののイメージが強かったんですけど、まあ、よく考えると、その私が、このまあ話題の最初にあった気まぐれ FM とか、いわゆるその名もないっていう言い方ですけど、まあそのお笑い芸人さんとかと比べると、名のない、例えばエンジニアの人とかが日々の雑談を話すっていうのは、マスに向けて打ってるかっていうと、まあそういうものではないですよね。まずどちらかというと知り合いとかに雑談を振るような感じで、まあ話をしているっていうような形のもので、これはなんかこう、放送、ブロードキャスティングの放送みたいな意味合いとは違って、なんかこう、音声通話の亜種みたいな感じで、そのコミュニケーションの一つなのかなっていう感じがしていて、自分もそう、話して、こうやってこう、ポッドキャストしてみると、そういう気持ちで喋り始めたなっていうのがあって、
インターネットでよく会う、あの人とか、今までその会社で、会社じゃないな、まあ、ツイッターとかで、よく話してるあの人に、届けば、まあ、それで私の近況を知ってもらえればいいな、みたいな気持ちで、喋っているところがあって、別に決してこう、これで有名になりたいとか、多くの、私を知らない多くの人に何かアプローチしたいみたいな気持ちは、まあ、そこまでないかな、っていう感じがして、まあ、ポッドキャストっていうものについて、まあ、なんていうのかな、一言でポッドキャストといってもいろいろあって、私がやってるのは、芸人さんがやってるようなものとはまたちょっと性質が違うものなんだなっていうことが自分の中でこう、はっきりしたっていうのがやってみて、一つ感じたときですと。まあだからツイッターとかに近いのかなって気がしますね。まあ、ツイッターと比べるとこう、まあ文字もたくさん喋れますし、こう喋ってる感情だったりとか、私らしさみたいなのがよく出たりもしていますし、あと受け手としてもそのまあツイッターを見る体験と、耳で、声を聞く体験っていうのはまたちょっと違うものがあるのかなと思っていて、まあ、最近在宅勤務だったりとか子育てとか、そういう耳が暇になるっていう期間が増えてきた私みたいな人が聞いてくれるのかななんて思ったりしています。で、まあ、そう考えると、こう、じゃあどんなネタを喋るといいのかみたいなのが、ね、気になってきてですね。ちょっといろいろなポッドキャストをざざっとタイトルだけですけど、見たりしてたんですけど、なんかこう、私が最初やろうと思っていたというか、まあ、やっている雑談みたいなもののポッドキャストと、もう一つはその知識を与える。何か専門性の高い人が知識を、わかりやすく伝えるみたいなポッドキャストみたいな、まあ、大きく二つあるなと思っていて、自分は何をやるとしたらどっちの方がいいんだろうなんていう気持ちになりました。まあ、特に決めてはいないんですけど、まあ、自分が話せるとしたらそのエンジニアリングとか、電子工作とか、まあ、人生で自分が思ったことみたいな話とかを偉そうには言えるかわかりませんが、まあそういうのもあるかもしれないし、雑談だったら、まあその日記を今みたいにね、日記を読んでみたりとか、何かインターネットの記事を見て、こういうことを俺は思ったんだよみたいな話とかなのかなと思ったりするんですけど、まあでも音声っていうこのメディアの中で、何かを説明するっていうのは結構縛りプレイに近いというか、今別にブログとかで、とか、YouTube とかで、映像を交えながら分かりやすく説明するみたいなのは結構あって、そういうのに対してこの音声だけで何か知識を伝えるっていうのはなんかこう変に縛りプレイをしてるような感じもあるんですけど、ってなると雑談系か、みたいなのを考えていて、でも雑談にしてもその、なんだろうな、私の個人の考え方とか切り口みたいなのがあると、まあ聞いてる人からしても聞く意味があるのかしていて、で、まあ、最近日記を書いていたりとかして、私が感じているのは、なんかこう自分自身として意見を表明するのが結構苦手っていうのが、こう、なんか気になってるというか、なんだろうな。もうちょっとしっかりそのあたりできるようになりたいなと思っていることがあって、こういうこう意見を表明するのが苦手の対策としても、こういう自分から何か発信をしていくっていうのは、ありなんじゃないかな。特にこう、一人ポッドキャストって喋る圧とかなんかこう喋らないといけない圧みたいなのがあって、それがこう修行みたいな形で自分の意見を表明する力の筋トレみたいになるんじゃないかなというような気持ちになりましたみたいな感じで、ポッドキャストについてちょっとメタに考えを巡らしていたという先週でした。あと少し何か話すとしたら、まあいつもの健康、家族、みたいなところで言うと、健康ですね。季節の変わり目で、ちょっと体調不良気味ですと。どう体調不良気味かっていうと、この間の金曜日、全然夜眠れない日があって、寝つけないか、日があって、普通に 2時間ぐらいしか寝れないまま朝を迎えてしまって、そこから昼も眠いし、夜はそこまで眠くないし、みたいな感じで、多分自律神経がおかしいみたいなやつなんですけども、でも前も言ってましたね。まあ、それが続いていて、まあ、収録している今日時点では随分治ってきていたんですけど、やっぱ気温が上がったり下がったりとか、季節が変わるってところでは、体調が悪くなるので、事前に何かできるのかっていうのは難しいですけど、まあ、疲れにくいように、多めに寝るだったり、不調を感じたらちょっと活動を控えるみたいなのをしていく必要があるなと思ってますかね。なんかちょっとこう、まぶたがピクピクするみたいなのももうちょっと残ってるんですけどね。これ、多分みんなそうだと思うんですけど、体調が悪いとか、ストレスがかかってるとかの時にこうなるんですよね。何かこう、良い方法をご存知であったら知りたいという感じです。なんかこう、聞くところによると入眠とかはね、
入眠ができないとかだと、その、陽明酒がいいぞみたいなの聞いたりするんですけど、まあ、全く飲んだこともないんですけど、まあ、そのあたりでテクニックがあったら聞きたいな。と、まあ一応取ってつけたかのように、最近の、家族、娘の様子でいきますと、自動ソープディスペンサーっていいんですかね。手をかざすと、石鹸が、泡がシューって出てくる、装置、機械を買ったんですけれども、これが非常に良くてですね、うちの娘というか、まあ我が家ではご飯を食べる前には手を洗いましょうっていうのをやってるんですけども、まあなかなかやってくれないんですよね。で、まあ洗面所に、手をかざすって、手を出すっていうのが、そもそも洗面所が高すぎて娘には、できないので、踏み台を置いてるんですね。で、この踏み台に登るのが嫌だって本人は言ってて、怖いとか言って。まあでも親としては怖いし嫌だっていうのと、その踏み台に課題があるんだなと思っていて、いろいろ考えてはいたんですけど、いろいろ対策をしたりしてたんですけど、結局どうやら本人のモチベーションだったようで、このソープディスペンサーを買ってからというものを、それペンギンの形に見せているので、ペンギンで手を洗うって本人は言うんですけど、それが楽しすぎるらしく、階段が怖いことをすっかり忘れて、階段にススッと登っていって、その手に泡を出して手を洗うっていうのを進んでやってくれるようになって、いや、なかなか顧客というのは課題を説明してくれないのだなというのを子育てでも感じました。こうやってその、やりなさいって言ってやらせるんじゃなくて、それは楽しいことだよっていうふうに伝えて、実際に楽しくしてやってもらえるようにするっていうのが、まあ、しつけというか、その、特にその習慣みたいなものを身につけさせる上では非常に、親も楽だし、子供も楽しいなと思っていて、まあ誰かが言っていたその北風と太陽作戦的な、メソッドだと思うんですけど、まあこういう気づきがもう少したくさんあると、子育ても楽になるなと思って、なんかそういう情報も集めたいものであると思った一件でございました。なんて感じで、第2回というか、まあ、前回の結果みたいな感じですけど、2回目の録音はこんな感じにしようかなと思うんですけど、なんだろうな。今後も続けますかっていう話で言うと、まだよくわからないというか、音声でしかできないことを喋ってる感じがないので、これだったらブログでもいいんじゃないかなという気も、しますね。なんか録音する時の呼吸のめんどくささみたいなのがやっぱりあるので、っていうのと、あと話題が全部こう、ひとまとまりになっちゃうというか、こう、ポッドキャストを最初から最後まで聞かないといけないじゃないですか、聞く人は。でも、その全ての話題に興味があるわけではないっていうところで、まあ、それが、ポッドキャストのいいところでもあるんですよね。それがその人の、その聞きたいことと完璧に合ってるとか、なんであれば、ちょうどいい聞くものになると、なるわけですし、っていう形なんでしょうけど、なんか、あえてパックにする必要もないかな、という気も、したりしてますが、まあ、ポッドキャストを、その、続けるにしろ、しないにしろ、なんかこうやって日々を、誰かに喋るつもりで、生活していくっていうのは、非常に面白いというか、なんだろう、人生をより楽しんでる感があって、いいなと思えたのが、まあ、ここ一連の、実験を通じて感じたことかなと思っていますので、まあ、次回どうなるかはよくわかりませんが、今日のところはこの辺にしようと思います。聞いていただいてありがとうございました。